皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師鑑定士のミチです。よろしくお願いします。さあ今回は何をご紹介していただけますか？はい、大和大丈藤原正則さんです。あ、長い名前で、はい、立派なお名前ですねそして刀も立派ですよ。お、立派というのは大きいとか？あ、まあ、大きいは大きいんですが、うん、刃文、そしてその他もろもろ、その他もろもろすごい気になる。すいません、言うんですけど、これ私個人的に好きな刀なんです。あ、そうなの？はい、断定もろもろ全部だから好きが詰まっちゃってるような。そうですそうですそうです。じゃあ腕もいい。でもめっちゃいいですよ。おお、俺研ぎたいと思いますもん。あ、そう、そうなんだ。思います思います。でも、はい、そうは言っても、うん、あまり皆さん聞き慣れないお名前なんじゃないかな。そうですよね、これ聞かないですよね。展示ね、他の博物館さんなんかでも展示は少ないと思います、うん、少ないかもしれないですね。なんですが、この界隈では結構有名人だったりするんですね。で、腕もべらぼうにいいと。めちゃくちゃいいですね。で、特に今回ご用意するもの、ご紹介するものっていうのは、まあ、かっこいいよね。センスの塊だね、いろいろ。そう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 、うん。じゃあさ、盛り上がっちゃってるからさ、皆さんにね、申し訳ないからね、はい、すいませんね。ご用意しましょうか。はい、はい。よし、せーの。はい。はい、ご用意できました。うん、長いよね。長いし。刃文もすごいし、刃文もすごいし、刃ばきもちょっと格好が、これてか刃文すんごい華やか。華やかなんですよ、うん、遠くから見てもね、うわすごいすごいすごいすげーって思う。これいいですよ。あとこれ刃ばきのさ、はい、これ普通こう、まっすぐこう、ね、切るのに垂直と水平ですもんね、大体。そう、なんで斜めなんでしょうね。ね、なんででしょう。ちゃんと理由が実はあるんですよ。ね、さ、そのあたりも含めてね、うん、詳細な説明とヘッドマウントカメラでこれちょっと分析していきましょうか。はい、そして大好きな一振りということですので、あ、刀がね、ごめんなさい、俺ヘッドマウントカメラが大好き。一言も言ってない。刀が好きなんだ。あ、そうです。この刀の一振り、うん、本当に好きで。あ、はい、ではね、ヘッドマウントカメラで、はい、大好きな刀の様子を捉えていってもらいましょう。はい、どうぞ。それでは研ぎ師目線で刀見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。では初めに、はい、中子の様子を見せてもらえますか。はい、わお、お、材名、あ、しっかりした字だね。やっぱりね、浸透ですからね。そうだね。うーん、おー、いいねいいね。そして、はい、幅木も一応見ましょうか。いやー、はあ、いやー、かっこいいですね。なんか幾何学チックで、うん、他には見ない格好をしていますが、ね、これはちゃんとした理由があるんだよね。そうですね。ちょっとこの斜めにカットされてるあたりの刃文だけ見てみます。はい、お、このね、上がね、ちょっとニョロニョロみたいの見えるけど、はい、ここだけちょっとまっすぐのラインになってますね。あ、そうですね、うん、これ焼き出しってやつだね。そうですね、はい、この焼き出しを見えるように刃ばきはこういう風な細工がされているということなんですね。うん、うん、おしゃれだ。いやー、すごい。はい、では刀身いってみましょう。はい、お、いいなー。うわ、かっこいい。あ、かっこいいって言ってる場合じゃない。はい、刃文はなんて言うんですか、これ。これは、うんうん、剣法乱れ。要は、金房乱れですね。金房乱れ。または、剣法乱れ。という、はい、ブランドネームがついてる刃文ってことでいいのかな。そうですね。刀鍛冶さんの名前ですよね。はい。金房さん。はい。地肌の様子は地肌はですね。よいしょ。よいしょ。見えます？あー、なんかすんごい細かいね。これ、うん、木目肌なんですけど、うん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 、木目肌にちょっとまさっけもあるような感じ。そうだね。特にしのぎじはまさわかるんですけど。そうだね、うん、地肌の中にもね。あ、地肌にも入ってる、うん、多少入ってると思います。あー、そっかそっかそっか、はい、あ、すげえ柔らかい、あれですね、
匂い口ですね、うん、あ、かっこいい。あ、ね、匂い口の様子はやっぱりこれコニエなのかな。うん、コニエとかニエとか混じってる、ね、うん、混じってると思います。あ、すげえいい。そうだよね、この辺砂菓子っぽいのもあるんだね、うん、そうですね、ここら辺はやっぱり美濃っぽいというか砂菓子が入ったり。そうだね、うん、うわ、かっこいい、かっこいい、かっこいい、すげえ。お、切っ先来たよ。帽子はこれは困るかな、うん、はい、乱れ込んでるのかな、多少、多少そうですね、うん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 、うん、で反対側の帽子は、はい、見えます、あ、こっちちょっと、あ、見える、見える、見える、うん、いや困るだね、困るですね、うん、はい、じゃあそのまま、はい、下に行ってみましょう。うわ、かっこいい、華やかだね。そうですね、でたまに尖ってみたり、そうですね、でまたここ剣法が、そうだね、はい、そう、うわ、かっこいい。大体ね、しのぎじにマサが荒立ってると、はいはい、うんうん、結構荒立ってるね、ちょっとねって見えるんですけど、うんうん、なんでしょう、私ね、これに関してはしのぎじのこのマサのあれ、うん、な、逆にギャップになって、うんうん、こっちの刀身、あ、刀身じゃないや、肌側、はい、波紋側がすごく洗練されてるじゃないですか。そうなんだよね、これが飽きが来ない一つの要因なんですよ。わかる、わかりますよね、わかる、ギャップが、マサがあって激しい、うん、肌優しい、うん、波紋が華やかでしょ。そうなんです、サンドイッチされてるんだよね、これほんといいよ、あれバランスがいいって言ったらいいかな。いいですよね、神道の身のものはね、うん、あのしのぎじゃほらマサになるのが結構多いですけど、そうだね、これがアリの肌側はこのギャップですよ。そうだね、いや、あ、終わっちゃいますね、終わっちゃいましたね。じゃあ裏側のね、あの中子も見てみましょう。はい、あ、何もないようだね、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、よいしょ、ありがとうございました。それでは細かく見ていきましょう、はい、刀名大和大丞藤原正則、初代は山城国の刀工である三条義則の末裔だったそうです。で、江戸時代前期頃に生まれたお国が丹後の国、まあ、現在の京都府北部から越前の国、まあ、現在の福井県ですね、に移住したとても腕の良い刀工として知られ、越前の名将安次とも何かしらの交流があったと言われています。はい、あの今さらっとね、安次っていうのが出てきましたけど、家康のお抱え家事です ね、はい、うん、本作は出来栄えからするに京都に住していた頃、まあ、住んでいた頃ですね、に作刀した京ギタエです。作刀年代は江戸時代前期頃、今からざっと400年前となります。刀剣の時代区分としては神道、伝法は神道特伝、まあ主に美濃伝となります。では次に大敗を見ていきましょう。本作は緩い反りのついた江戸時代前期頃に見られるスタイルをしています。このような反りをした刀は戦国時代から幕末頃まで長い期間の中でね、意外と多く見られるので、この反りだから江戸時代前期だとは覚えず、へえそうなんだくらいに覚えておきましょうね。これ前もねあったと思うので、反りの具合を比較してみてください。のあれか、源信国かなんかが、はいはい、うん、同じような反りだと思うので、うん、そういう時代だったんだなということですね、うん、で、その時にも多分ご紹介してるんですが、作刀年代が江戸時代前期ということもあり、まだまだね、あの戦国時代の名残があったということですよね、うん、でいわゆるここでは漢文神道のような見た目ではないっていうのが分かれば結構です、うんうん、で、うん、そうね、うん、流行ってたのかなだって本当信国とそっくりなんです。実はこれ、この映像を用意するのに信国を見ながらやったんですけど、時代も同じくらいなんですね、国は違えど、
うん、だからそういうオーダーが多かった時代なのかもしれません。うん、ぜひね、あの源信国と比較をしてみてください。はい、続いて中子を見ていきましょう。はい、ちょっとねこのままでは見づらいので文字を浮き上がらせてみましょう。文字の一部にやや不鮮明な部分がありますが、大和大乗藤原正則と切ってあります。これは作刀者の名前であり社名でもあります。いわゆるブランドタグにあたる部分ですね。次にめくぎ穴の数に注目してみましょう。今回は一つですので、これは作られた時の長さそのものということになります。こういった中子は産中子と呼ばれますね。これも何回も出てきていますね。はい、ここでちょっとはばきも見てみますよ。刃側、写真だと左側ですね、刃側の角が斜めにカットされていますね。これはこの後説明する京焼き出しと呼ばれる刃文が見えるように細工を施しているためです。まあ粋だよね。かなりね、おしゃれすぎる。でさらに中子尻も見てみましょうか。これまでにご紹介した刀の中子尻は丸みを帯びた栗尻やすり上げがされたため横一文字に切られた切りなどでした。今回の中子尻を見ると清光でご紹介した歌集中子尻にも似ていますが、刃側も胸側も斜めに切られているので歌集中子尻ではなさそうですね。本作のように刃側が長く胸側が短く斜めにカットされ先端が尖る中子尻は入山形と呼ばれています。正則に特徴の中子尻というわけではないので他の刀でも見られることがあります。特に美濃伝で作られた刀に多く見られますね。これね、そうですね、中子を見て、まあ無名のものね、はい、無名のもので鑑定しろってなった時に、中子見てもいい状態だった時にですよ、無名で何かなってなった時に、中子尻がこうやって尖ってるすごく、あ、美濃門のあれだねっていう感じで、こう、美濃門が入ってるよねって、なるほどなるほど、で見るんですよ。なるほどね、じゃあここもやっぱり特徴として、覚えておくと、かなりこれは有益な情報を得られると。はい、これかなり有益です。ね、なのでね、中子尻をねこういう風にね見るっていうのも面白いかと思いますので、ぜひね他の刀でもご覧になってみてください。では刀身の様子を見ていきましょう。じゃあ初めにね刃文見ますね。で先日した京焼き出しについてです。焼き出しとは刃ばきのすぐ上あたりの刃文のことですね。でこれはね刃ばきを外した状態にしています、でよく観察すると緩やかな曲線になっていて、その後は乱れてるんですね、上の方はね、このような焼き出しは京焼き出しと呼ばれています。以前紹介した丹波の神義道はすんごい長い焼き出しでしたよね。半分くらいいくんじゃないのってやつね。ですが今回は逆に短すぎっていう、もうちょい長くてもよかったですね。そう、もうちょっと長いとよかったかな、ただねこれはねやっぱ作者とか注文主の好みとか、時代の流行りもあったのかなっていう気はします。いずれにせよ焼き出しのある刀を見たら8割方江戸時代以降の京都大阪の刀だと思っていいです、まあねそうね。でね、そう一番最初にお伝えしたように正則は京都から越前に移住しているんですが、この京焼き出しがあるため本作は京都で作ったものと推定できるわけですね。まあとはいえもしかしたら移住後にね京都のエッセンスを加えて作った可能性もあるんですが、
まあ、実際のところ作ってるとこ見てないのでこの辺りは想像の域です。大いにありえますよね。大いにありえます。正直、うん、マサハダ、はい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 、篠木寺のマサハダのあのいい意味での荒れ方、うん、とかを見てると北陸系だよね。北陸系の鉄の感じしますよね。そうだから、うん、京都のやり方を越前に持ってってる可能性があるんです、うんうんうん、その可能性は大いにありますね。ただ鉄自体の状態を見ると、うん、まあ、地金の様子、地肌の様子ね、うん、なんか見ると京都の鉄混ぜてんじゃないのって私も多分ハイブリッドな感じがします、うん、あのよほど研究してらっしゃるっていうのが分かります ね、うん、すね。あ、すごいちょっとアカデミックになっちゃった ね、うん、はい、じゃあ続いてね全体の刃文を見てみますよ、はいね、あのもうねトレースしなくても分かるくらい独特な刃文なんですが、トレースかけてみます、はい、はい、こうです、はいはい、ね、これまでにご紹介した刃文に照らし合わせると、うん、乱れ刃とかぐの目乱れっていうことになります。もちろんねそう読んでもいいです、うん、いいんですが、この刃文を考案した人がいるんですよ、うん、その方っていうのが美濃の国の刀工で金房という方になります、うん、この刃文がかなり独特だったことから、うん、作者の名前を取って金房乱れや剣法乱れなどと呼ばれています、うん、ここでは音読みを採用して剣法乱れと呼ぶことにしましょう、うん、いいですね、ね、でというわけで、本作の刃文は京焼き出しのある剣法乱れと命名しましょう。すごく個性的ですね京焼き出しのある剣法乱れっていうのは私、うん、見たことない、見たことないです、ね、これ僕もそうです。これしか見たことない、これ面白いよね、素晴らしい、うん、素晴らしい、はいはい、ここまでねちょっとごめんなさいね長くなってしまいましたが、匂い口見てみますよ。はい、ブツブツした粒あるの分かりますね。ですのでこういった匂い口は煮えできと呼ばれます。地肌の様子いきますね、はい、拡大してるんでちょっとね3箇所しか見えないんだけど、そうそうそう、刀身全体にかなり木目肌は出てましたね。出てましたね、うん、うん。でさらにこれですよ。そうですね、はい、ギャップがあった正目肌ですね、うん、ね、あのしのぎじはねかなり あの激しい正肌だったよね、うん、うん。ですのでここではちょっとイレギュラーな描き方しますよ。はい、はい、ね、木目肌、地肌、あ、しのぎじは、正目肌と、うん、地肌とシノギジで分けてみました、うんうん、こういう書き方でも OK です。もう神道身のものの特徴ありありですね。そうです、そういうことですね、うん、はい、最後に帽子を見てみましょう。ああ、ああ、おっと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 、スーッ、はい、かなりね乱れながら登っていって、うん、頂点は U ターンのラインとは別にねハケで履いたようになって、うん、最後はスーッと帰りましたね、うん。ですのでここでは乱れ込んで困るに吐きかけと呼ぶことにしましょう。多いね、まあもうね、あのね全部特徴的すぎてね、すごい。多いですね、ただね、うん、これ研ぎ師目線の時は困るに見えてたかもしれない。うん、あ、そうですね。うん、なんですが、あの写真で撮ると吐きかけてるんですよ。なのでこちらで覚えた方がいいよね。そうですね、うん、やっぱりあの神道真っ盛りになると、はい、やっぱりスグハで入るのが多いはずなんですよ、あの帽子って。乱れ込まないでってこと。そう、乱れ込まないで、うん、スグハで困る蝶が多い、うんうんうん、ですけどこの乱れ込んでる感じ、うん、やはりちょっと戦国時代の名残なのか、うん、あるだろうね、うん、やっぱり流行りがまだね、うん、うん、だから本当に江戸入ってすぐなんじゃない、うん、多分そうだね。あの自分たちは江戸時代って読んでない、読んでないからね、から、うん、また戦が起こるんではないかそうだ、ね、って考えている、うん、頃にしてはでも、うん、アート意識してる気もするよね。なんかやっぱすごいねこの人はね、うん、すごい、うん、いやー、いい刀だ ね、 ね。はい、ではね本日のまとめをしましょう、はい、大敗はゆるい反りのついた刀である。漢文神道とは違いまっすぐな見た目はしていない。中子は産中子、中子尻は入山形。
刃文は京焼き出しに剣法乱れ、匂い口は、煮えでき。焼き出しとは、はばきの上部にある刃文の返し部分であり、江戸時代以降の京都大阪の刀に見られることが多い。地肌は木目肌、しのぎ地は正目肌。帽子は乱れ込んで小丸に履きかけと。以上が本日のまとめになります、はい、皆さん、大和大将藤原正則の特徴捉えることできましたかね。できました。まあ、できるか。できますよね。すごいね、あの華やかな刃文であったことがね、あの特徴的だったと思うんですが、どう、自分でヘッドマウントで撮って、うんうん、自分の好き伝えられました？いや、もう少し今ちょっと語ってもよろしい？あら、あららららら、じゃあどうぞどうぞ、もう好きなようにご覧くださいませ、伝えられるかどうかじゃなく、ただ私が見たいだけとこれですよ皆さん、好きってこういうことなんですね。いや、いいわ。どこで見てもこの冴え方ですよ、匂い口の。すごいよね。で、これ前、私が研いだわけじゃないんですけど、はい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 、前の研ぎ師さん上手です。ああ、うん、すごく上手です。いや、上手だね。その、あの研ぎは僕はよくわからないけれども、うん、この刃文の頭が揃っているっていう状態なんですね、うん、で、頭が揃うっていうのは刃文の山、谷、山、谷のうち山の部分を線でつないだときに同じ高さにあるっていうものを言うんですが、これその通りでよろしいですか？その通りです。ということは腕が良い。腕いいですね。はい、頭が揃っている刀剣を見た場合には受注八九腕がいい刀匠さんだと思ってもらって結構です。この正則もそれに該当していますね、うん、いやんで、この剣法乱れすごい見事だよね。見事です。あの、研究し尽くしてるよね、ちゃんとね、分かってるよね。 すごいな素晴らしい。素晴らしいですよ、これ、ね、うん、ね、で、あのね、道は実は白金氏もね、実はってことないんですけど、白金氏といってはばきも作成しているんですが、うん、このはばきもそうですね、いいということで、じゃあちょっと、うん、はばきもちょっと、はい、もう一度ね、見てみましょう。はい、はい、ね、斜めにカットされている様子が分かりますかね。だいぶこう、うん、角度がきついというか、そうですね、本当に斜めですっていう感じだもんね。そうですね、うん、ね、本当にね、私、ま、あの、真似することはできるんですけど、はいはいはい、これを最初に作ろうとは絶対思えないです。私思わないでしょう、うん、いや、すごすぎ。だからセンスの塊だよね、うん、このはばき一つにしても、うん、そしてこのね、うんうん、分かりますかね、このね、飲み込みって言って、ここのここのあのどこ、ここの後ろ、ここの後ろの、胸側ですね、この隙間の部分、うんうん、はい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 、こう長めずに飲み込み、そう、上なんか長いなとは思った普通これさ、この辺り、今これはここですなんですが、この辺りなんですよ、あのこの壁が来るって言ったらいいかな。わかりますか、こんな遠くで。うん。そう。でも、映像で、はい、我々あの確認用モニターがあります。映像であれだけ黒く見えるって相当深いよね。そうですね。そうですね。そうですね。うん。本当は、このくらいしか見えないはずなんです。そうです、見えるか見えないかだよね。そう、飲み込みは普通は、もう本当、だいたい5ミリとか、長くて、まあ本当に、7ミリ、うん、7ミリとかなんですけど、うん、これはね、1.5センチはいってますよね。1.5はありますね、うん、素晴らしい。ほんで、ここの飲み込みの長さで高さを出して切れ込みを入れて、こっち素晴らしいよね。お、私ね、本当にこれは感心してます。あーと思ってしまった。これはやりやがったなとか、うん、やられたなじゃなくて、うん、参りましただよね。これ参りましたです、うん、すごくおしゃれなはばきです。これももしね、どこかで同じようなはばき見たことあるよっていう人いたらコメントください。私、ちょっと見てみたいです。そうだね、はい、これはいいはばきだよね。本当にお手本になるようなね。お手本です。あ、じゃあちょっと、はいはいはい、ありがとうございます、ね、
はばき一つ見てもセンスがよく、刀身の様子もずば抜けて腕がいい、なので全体として一級品だよね、センスの塊です。そうなんですよ、っていうものをね、名前はねなかなか皆さんご存知の方いらっしゃらないかもしれないんですけれども、今回、こういう素晴らしいものがあるんだよということでご紹介させていただきました。他にもさ、やっぱり名前がね、あんまり知られてないんだけど、うわセンスいいなっていう刀剣ってありますか？ありますね。おありますあります。いくらでもあるとは言えないですけど、ね、何本かはありますよやっぱり。おお、じゃあこれは皆さんやっぱり今後に期待していいかな。いいです。あ、皆さん OK 出ましたのでね、はい、楽しみに待ってみましょう、はい、動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方はチャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け刀の思い、バイバイ。